クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちはダニエル森清と申します今回は無理だと思ったのに私が体験した逆転劇というテーマで私が体験したことをお話しさせていただきたいと思います私は今年の6月からフードデリバリーの副業を始めました8時から夜の20時まで えー、お仕事をしてその後、えー、その職場から始めてフードデリバリーの副業を今やっていますなぜこの副業を始めたのかといいますと、えー、街道建設のために献金したいけれどもまあ、毎月のお小遣いの中から献金するというのは、えー、無理だと思ったからですですからいつもやってる仕事を終えてからまあ、短時間でもいいので やってみようと思って始めましたところがところが、えー、初めて配達をした日はですね大きなミスを連発してしまってどうしてよいかも分からずに何軒か配達しただけで心が折れてしまってや、えー、めて帰宅してしまいました、えー、原付きバイクで配達をして運転自体は好きなんですけれども多少方向音痴なところがあったり ピックアップ先を探すのに時間がかかったりドロップ先を探すのに時間がかかってパニック状態になったりでフードデリバリーは自分には向いていない配達のお仕事は私には向いてないなとそのように思いました。 けれども、せめて少額でも、まあ、献金するためと思って少しずつですがやり続けて、えー、一つ一つ丁寧にやり続けていきました、えー、2ヶ月目のことです。正直献金するのは厳しいなと思っていたんですけれども、えー、その月にですね献金すると決めていた額があ,ありまして。 心の中にですね、この額を献金したらきっと祝福が来るという思いになったんですね。で思い切ってそのその月に献金すると決めていた献金額を思い切って献金することにしましたそしてしばらくしてですね大きな変化が起こっていることに後で気づきました。それは何かとと、言いますと 今年の夏はですねフードデリバリー業界の報酬が大幅に下がったということで、えー、ニュースになるぐらい話題になっていますしそのことがきっかけでデリバリースタッフがどんどんやめていくということが今起こってるんですね。でそんな中ですね突然あの私のスマホのアプリにはですね高単価の案件がですね次々飛んでくるようになったんですね。 しかも配達,先配達先はですね、えー、職場から自宅への帰り道の途上にあったりこちらの都合に合った配達先の依頼がよく届くようになりましたえ気づけばあこう配達料金がどん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 上がっていきましたで最近はですね容量も良くなってミスもほとんどなくなってですね で無理をせず一軒一軒丁寧にやる結果、えー、店舗とかお客さんからの、えー、高評価というのをいただくようになりました配達パートナーとしてのランクっていうのがあるんですけれどもそのランクもですね、えー、上がどんどん上がっていったんですねで配達中は私はあのヘルメットを深くかぶってですね でお祈りをしながら配ったり、えーえー、と移動したりそして、えー、とゴスペルを聴きながら歌の練習をしながら、まあ、途中の移動を移動動をししたりりております最初はですね自分には向いてないっていう,こう仕事だなと思ったんですけども不安に満ちた、まあ、配達だったのに今はですねそれが楽しい時間に変わりました。 え今はですね、ま日中の仕事を早く終わってですね、もうより多くの時間をその配達の副業の方に行きたいという気持ちに変わってきています。えこの仕事はですね、私には無理だと思ったんですけれども、え月にいくら献金するって決めてたその月の献金を きつい中でもこうやった時にですね不思議なことに高単価の案件が流れてくるようになって非常にいい流れの中で今その副業をさせていただいていますとっても楽しんでやっております無理だと思ったのに私が体験した逆転劇 え私の体験でしたお聞きくださりありがとうございました